お金ないんでこうやって見て、はいはい、指だけウィンドウショッピング、そう、ウィンドウショッピング、それもありめちゃめちゃ知ってますよ。もうちょっと端からもう見てきましょうか。じゃあ端から見てきますよ。もう一番目につくのはこれだと思うんですけど、今多分全員が OK だよ。どうも、トモハッピーです。どうも、開封大好きの吉野です。どうも、宝店店長の山下です。ということで、今日はこの3人でやっていくんですけど、今日なんですけどね、シングルカードトークいっちゃいます。最近のね、シングルカード事情がね、どんな感じなのかっていうのね、僕追ってないんであんまりわかんないし、吉弘さんもショーケース食い入るようにね、日々毎日見てるわけじゃないですか。いや、俺ショーケース食い入るように日々毎日見てますよ。日々毎日毎日ショップ行ってるんですか。いや、そうですね、買うお金ないんでこうやって見て、はいはい、ウィンドウショッピング、そうです、ウィンドウショッピング、それもありですね。めちゃめちゃ知ってますよ。はい、まあ当然店長はね、毎日のように見てるんで、まあいろいろ聞いてっちゃおうかなっていうね、気になるとこね、伺っていきましょう。ちょっと僕、はい、まずね、ちゃんとこっちから行きたいなって。あ、そっちから行くんですか。はい、この大量に入ってるね、じゃ特価品をね、1枚ずつこう見て、なんか気になるのないかなっていう。今日何十時間撮影する気ですか。あれ、これ値段ついてないじゃん。これ何ですか。これ値段ついてないから、これはスリーブがあるものは30円です。30円。スリーブなしも入ってんのこれ、うん、全部スリーブあるけど、ちょっとごめんなさい、これ見てたら切りないんで、うん、はい、また時間あるときに。え、ちなみに今のツッコミ待ちだったんですか。はい、そうです。でも俺最初に言ったじゃないですか。いや、もうちょっと端からもう見ていきましょうか。じゃあ端から見ていきます。もう一番目につくのはこれだと思うんですけど、今多分全員が OK。 石かしの神秘化、最近モダンで禁止解除された。はい、税込みでこんなするん。でも1万超えてるとこ結構ありますから。一瞬で上がりましたよね。まあ、そこでも安いんですか。いや、1万超ミドルだと思うんです。あの、高くもそう、安くもって感じ。そうですね、本当はもうちょっと安くしたいんですけど。そんなん使う。まあ、でも強い、強いとは思うけど。まあ、ちょうどみんなが欲してる時ですからね。その武器を作って、なんか出すみたいなコンセプトは好きなんですけど、うん、こいつが作るのは武器じゃなくて、オーダー使いじゃないですか。はい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 。オーダー使いがなかったら俺結構好きなんですよね。その場その場に応じた一番ベストな装備品を持って。実手とか飛行利権は OK だけど、実手はちょっとつまんないです。なんか実手その、うん、オーダー使いを除いて、なんか今は攻めるべき装備品だとか守るべき装備品だとかを持っていくんだったら好きなんですけど、ちょっとオーダー使いが強すぎて、はい、まあプレイングがなんかもう同じになっちゃうかなってので、少ないカードだけど使いたいカードありますけど、まあ、別の使いが弱者の剣だ。ああ、一気に入るみたいな。あ、マジこれ安い、800円で木で買える。これめっちゃ安いですか。安い、強い、うん、まあ、状態はね、サービス品だから状態はベストじゃないんだろうけど、化粧できるかもしれない。化粧できることはない。バッと見切れるだけど、ちょっとした傷とかあるのか。ショーケースの状態について説明してもいいですか。状態がスリーブの色で状態が分かるようになって、この黄色いスリーブ、このギレオンは SP ですね。あ、じゃあそんなに悪くないんだ。そこまで汚くないです。あ、普通に使う分にはあんま気にならないけど、全然問題ないです。ただでも青は見てもらうと分かるんですけど、全然数がなくて、やっぱりよく売れますね、安いだけ。あー、なるほど。使えればいいっていう方が、使えればいいで、なんか気になるのあります。あと、これこんなすんだ今みたいな、差し戻しが山ほど枚数あるね。これでも本当にあの、これからは20枚、20枚ありますよ、20枚。今あんまモダン今使わないです。そう、今使わないですけど、これからこれフェアデッキに対してはすげえ強くないですか。まさにそうです。それからその石風の影響でちょっと使われるかもしれないです。だからなんか昔ジャンドがそのモダンで流星した時とか、俺すげえ使ったんですよ。その新章とかから使ったりとかで、あの時強いなと思ったけど、今何も強くなくて、だこれから強くなるんだったら、もし700円安いかもしれない。その一番高いですね。そうですね、2000円ぐらいした時期ありますもんね。コストスビルしますね、13,000円。うん、これ1回ね、7,000円ぐらい下がったもんね。エターナルマスター出て、またやっぱりレガシープレイヤーが増えてるんで、 SP で13,000円でしょ。 SP で13,000円、今かなり高いです。15,000円ぐらいする、綺麗だったら。うん、これからも再録されるまでまだもう上がり続けるわけだね。じゃあね、基本今ちょっと以前に、まあ、日本でエターナルの大きな大会があって、はい、あ、そうかそうか、エターナルウィークエンドの影響で狙ってるのもあるから、一瞬ちょっと下がる可能性も。あと、ウィルって、日本語異常に高くないですか。日本語、あのエタマスしかないじゃないですか。はいはいはい、高い高い、異常に高いですよね。それこそ2万しかない、うん、なんかあの、もう本当に全然同じカードと思えないぐらい日と絵で値段違いますよね、はい、繰り返す悪夢だ。
あ、出た。懐かしい。それの。これ知ってます？スタンダードで禁止になったことあるんですよ。知ってる。でも知ってます？もうあのこれ滑そらないでは使われてるんですけど、あの後禁止になったんですよ、強すぎて。あ、今あれじゃないですか？フェロキドン。あー、フェロキドン500円だ。あ、フェロキドンある。SP 500円。まあフェアくらい。これでもあとそのもう30日ぐらいしか生きてられない恐竜なわけじゃないですか。まあ500円だったらモダンカードとしても別にさすがに嘘。さすがに嘘。え、これやば、高っ。サンマナのホーンドスリバー、触覚スリバーかな、これ角スリバー、何全体トランプル、全員スリバー、全員トランプル。もう統率者のスリバーがモダホラで強化された、統率者戦のスリバーデッキの影響だよね、これ。カジュアルスリバー。高っ。これ英語だけです。プレイドで、MP で。全体トランプってそんなないもんですか？日本は安い。日本は安いです。英語だけです。まあ、統率者はね、世界のカジュアルプレイヤーが使いやすい、理解しやすい英語版が高くなっております。あ、そういう理由なの？はい。この、 あの戦争門とかって、これは何重量なんですか？これは、やっぱりこれも再録されてないことが大きいです。あ、需要はあんまりないけど、供給がなさすぎて値段するっていう。ちなみに俺ちょっと緑に戻っちゃって、はいはい、なんでこのアロサウルスがこんなに値段するのなんで？これだってみんな知ってますよ。これなんで？え、マジですか？これはもう一旦目から出てきて、はい、サクってグリセルブランドが出てくるからっていう。なんすかそれ。めちゃめちゃインチキなコンボがあるんですよ、モダンで。カジュアル。いやいや、ガチガチ、結構ガチです、そこそこ。まあまあ、っていうかネオフォーム、新生化、総総体戦のカードです、青緑のカード。青緑の一回だけ出産の殻みたいなやつ。あ、そうそう、はいはい。で、あれでまあ一回目からグリセル出てきてっていうので。え、そんなの使われてるんですか？これサクったらグリセル出てきますか？不安定そうな感じ。結構でも安定しますよ、あれ。あの、そう、不安定の契約とかいろいろ入ってる。やば。じゃあなんか下手するともっと値段するようになるかもしれない。そのアロサウルスよりもコールドスナップしかないから。でもフライデープロモかなんかになりましたよね。1個プレイディープロモと、あとデュエルデッキで再録されてるんですけど。へぇ、まあ微妙な枚数ですね。ボックスダイモンド上がりましたね。レント6番で。これちょっと落ち着いた方じゃないですか、まだ。っていうか、少し安い。俺なんか、SP32000 円と、プレイド28000円だったら、プレイド28000円のが全然欲しいんですけど、ニアミント32000円だったらニアミント32000円の欲しいけど、これどうですか？どっちの方が欲しいですか？いや、これ本当になんかお店で言うのは申し訳ないんですけど、多分これぐらいの高額商品って俺売るとき店じゃなくて俺人だと思うんで、そういうときにあんま傷割りとか気にならないから、あの安い方を買いますね。はいはいはい。なんか僕的にはどうせ手放さないから。ああ、なるほど。プレイドの方がいいですね、なんか普通に。ああ、どうせ持ってるからプレイドがいい。どうせ自分で使ってたら、使いまくったらプレイドになるしみたいな。やっぱ高いの買うときはね、状態ちゃんと確認して、そう、できるだけいい方を買うと。あ、パワーラインだ。ちょっと超高額カードが P9 ちょっとこれはね、俺人生2回やり直しも買うことないからね。アンシーがプレードで5万円切ってますよ、税込み。安い、安いんじゃないこれ。安くしてる。ちょっと安いです。結構まあ、キューランこそいろいろ状態によって、うん、あるんで、しっかり見てます。確かにプレートだけでもパッと見5枚あるから絶対全部見た方がいい。あ、俺これ買ってやるかな。あの、色褪せた状態渋いですね。ああ、これ何百万いきます？100万円で。100万円お願いします。取り寄せで、取り寄せできないんで。ハレリアはね、あの全店取り寄せが可能なんで、本店だけ取り寄せできないんですけど、本店から取り寄せる。何枚言いました？1枚でお願いします。はい、わかりました。これ写してほしいです。これ、これやばいよ、セラの聖域。昔やってた人は本当びっくりだ。これエンチャントレスデッキにしか入れなかったのに。あのね、昔1500円ぐらいだったかな、多分。でも1500円でしたもんね。1200円とかね、エンチャントレスにだけ入ったから。ここは昔から結構そうですよね。本当にセラの聖域はもうめちゃくちゃ高くなってて、ぜひね、あの使わなくてお家に眠ってる方は買い取り出していただきたい。まあ、その昔やってた方の押し入れ眠ってるやつとかがマーケットにこう出ると、まあね、多少そのマーケットに増えれば増えるほどやっぱり値段はね、お買い求めやすくなっていくと思うので。だから結局そういうお客様多いです。ライバル店ができたから知りました。だからこの既存のプレイヤーの方もさ、その昔やってた人にさ、直接売ってもらってもいいし、買い取り出すのを勧めてもらえるとマジックのカード求めやすくなって、盛り上がりにもつながるかもね。基本チコーナーが最後にちょっとあって、本当チコーナー。でもいい値段しますね、これ。しない。これひまわりすごい。これやばい。ね、富士山のやつもある？ないか。
富士山人気なんで、あんまりすぐ売れちゃう。昔プロモで配られてたこのエーペックランドとかユーロランドっていうね、昔いっぱいプロモで配ってたんだけど、これがね今高騰してるんですよ。いいイラストのやつが、人気のイラストのやつが高騰。代表的なこのひまわりめっちゃ高いですよね。これいいんじゃない。英語のレイヤーのこういう SP、 あ、かっこいい。2500円。これ動画でこれ、はい、盤面に出してニヤニヤしながらトークするだけで、多分吉野さん気持ち悪くなります。伸びますよ。伸びたいですよ。イラストめっちゃいいじゃないですか。まあ俺好きですよ割と。補充のホイール、あ、そういうのするの。3万円超えてる。え、何これ、何があったの。これはウルザズデスティニーなんですけど、ウルザのホイールで、まあ、サイロキンシと似たような話なんですけど、まあ、やっぱりホイール高いですね。ウルザズレガシー、ウルザズデスティニー、これ何で使うの。まあ、これはもう本当にすごい強いカードなの。カジュアルです。それなのに3万するんだ。え、統率者で使うの。統率者で使う人もいます、もちろん。カジュアル統率者です。ガチではあんまり使われない、はいはいはい、あとは懐かし対戦とかか。補充強かったもんね。なんかもう墓地にエンチャント落としますって。これでペアのオパールの輝き、あれも高いです。ホイールのとこはね、実は掘り出し物探したい人にはおすすめっていうか楽しいんだよね、はい、結構うちで5000円なのに、そのよそで1500円っていうパターンもあるし、逆にアメリカで300ドルなのにうちで1万5000円ってこともあるし。いやでもこれ昔の旧枠の頃のホイールのこの星のマークすげえ好きなんですよね。うん、それはいい、あった方がいい。これ絶対あった方がいいよな。あとこの頃って今光ってないですよね。枠が光ってますよね。そうですね、旧枠の頃は、うん、なんかこの情緒あっていいですよね、こっちの方が。俺この頃が好きだな、これは。セブンスだけやたらそういうイラストが変わってるじゃないですか。じゃあそろそろ行きますか。ここそうやるんですか、全部。めっちゃしんどいじゃん。はい、これ全部やっていきましょう。てなんでやねんっていう、これツッコミだけですか。大丈夫です。あとは店長ね、はい、長期ですね。ハレルヤってこれぐらいしか買うのないのって思ったかもしれないですけど、はい、こちらね、ちょっと店長ご説明ください。あ、そうです。当店の在庫なんですけれども、当店ショーケースにあるだけじゃなくて、このパソコンで欲しいカードが買えるようになってまして、まあ、もちろん最新の基本セット2020から、そういうスタンダードのカードの品揃えなんかもしっかりあるので、こちらで注文していただければレジでご用意しますので、まあ、探してるカードありましたら私どもで探させていただきますので。かなりね、在庫の、あの種類とね、品揃えと量をね、はい、キャバラ店は持ってるんで、これ全部在庫です。全部在庫です。これ在庫。全部在庫です。在庫です。はい、はい、これもシングルカード。はい、感じでシングルカードトーク店頭にてやってみたんですけど、ただ普通に一緒にショップに来ました的なね感じでしたよね。いや、だからマジで撮影されてるっていう手なしでやってましたね。はい、そんな感じでこの動画が面白かったって方はぜひチャンネル登録、グッドボタンなどお願いします。吉野さんの台風大好きチャンネルもよろしくお願いします。決まったら見てください。はい、ということで今日は僕トモッピーと台風大好きの吉野です。秋葉原店店長の山下です。はい、この3人でお送りしました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。お、出た店長。